林育夫は日本の政治家、愛知県治療市長、元治療市議会議員、愛知県治療市厚橋町出身。治療市立治療中学校、愛知県立岡崎高等学校卒業。1983年3月、静岡大学卒業。同年4月、治療市役所入所。2002年に市役所を退職。 同年7月28日に行われた地流市議会議員選挙に出馬し初当選。審議を2期務める。2008年11月30日執行。民主党の推薦を受けて出馬し、自由民主党と公明党の推薦を受けた現職の本田正幸市長を破り初当選した。12月24日市長就任。当日有権者数5万836人。 最終投票率 55.82%2012 年12月2日失行。元市議の杉原幸光を破り2期目の当選当日有権者数52,314人最終投票率 47.42%2016 年11月27日失行。3期目の当選投票率は38.67%で過去 最低を記録した。当日有権者数54,501人最終。投票率 38.67%2020 年11月22日。告示、林以外に立候補者がいなかったため無投票で4、千。0 0 0市では県を事業主体に知留駅の連続立体交差事業が進められている。林は同駅の効果化を 100年に一度の事業と位置づけ、駅周辺の土地区画整理や再開発を同時に推進している。地流市が取り組んでいる、地流駅周辺整備事業は、以下の4つの事業から成り立っている。地流駅付近連続立体交差事業、地流駅、周辺土地区画整理事業、移設駅周辺整備事業、地流駅北地区市街地再開発事業駅の効果化を、 目的とする地流駅付近連続立体交差事業は総事業費610億円のうち国と名鉄の負担を除く事業費260億円を愛知県と地流市が1対1の割合で各130億円負担することになっていた。2012年1月23日、林は副市長、市議会政府区議長、特別委員会の政府委員長らとともに 大村秀明知事と面会し、負担金の減額の要望を行った。要望は総行し、県は2月、130億円のうち23億円を、国と県が負担することで、治流子の負担を軽減すると回答した。2016年7月、治流駅周辺整備事業の一環として、治流子周辺町並みデザインプロジェクト会議を立ち上げた。同会議は、市の若手職員9人による、 職員部会と治流市商工会関係者や市民15人による市民部会で組織され治流駅の高架化工事に合わせて整備が進む同駅周辺の将来像について話し合いが続けられた。2018年1月25日市議会の治流駅周辺整備特別委員会でデザインプロジェクト会議がまとめた構想案が発表された。構想案では 駅周辺再開発の全体のコンセプトが現代版宿場町と設定された。林は若手職員や市民がしっかり考えてくれた素晴らしいデザインと評価し、これを採用した2020年3月地理市都市計画マスタープランを改定。農業振興地域が広がる八津橋町や矢田町など4地区を企業誘致の受け皿となる産業促進拠点に追加指定した。 ありがとうございます。